誰でも簡単にできるジンバルを使ったテクニックをご紹介します。ジンバルは誰でも簡単に手ぶれのないクオリティの高い映像が撮れる反面、いつも同じようなカットになってしまうケースも多いのではないかなと思います。今回は6つのパターンの撮影テクニックをご紹介します。それぞれのパターンを組み合わせても面白い絵作りができると思いますので、皆様の作品作りの参考になったら嬉しいです。ショット1、ドリーショット。カメラを左から右、右から左に移動させながら撮影する方法です。被写体をトラッキングしながら撮影するので、トラッキングショットとも言われています。被写体を寄りで撮影したり、引いて全身を撮影したり、足元にフォーカスして撮影したり、いろいろなバリエーションのカットを作ることができます。人物だけでなく、風景の撮影に使っても雰囲気のあるカットが撮れます。ショット2、フォローショット。一番よく見かける撮影方法かもしれません。被写体を追いかけながら撮影します。被写体との距離を一定にして撮影すると、風景の動きが強調されてインパクトのある映像になります。被写体の正面から撮影すると表情をしっかり見せられます。ただ歩くだけでなく、何かアクションを入れてもらってもかっこいいです。ショット3、フェイクジブショット。クレーンを使って撮影したかのような映像が撮れるジブショットです。普段見ているアングルとは違った角度から撮影ができるので、見ている人に驚きを与えられます。カメラを下から上に上げたり、上から下向きに撮影してみるのもいいかもしれません。上から下向きに撮影する場合は 35mm よりも広いレンズがおすすめです。一脚を使うと高さが出て、よりインパクトのあるカットになります。ショット4、オービットショット。被写体を中心にその周りを移動しながら撮影します。広角と望遠で全く違った印象を与えることができます。背景が大きく動くので、今いるシチュエーションを見せたい場合にも有効です。回転を遅くすると落ち着いたおしゃれな印象になります。ショット5、フィックスショット。カメラをジンバルに置いたまま手持ちで固定して撮影します。完全な固定ではありませんが、手持ちよりもブレず、三脚よりも硬くならず、心地よいカットになります。カット全体の動きは少なくなるので、その場面を落ち着いて見せたいときに使うと良いでしょう。動きの多いジンバル撮影の中に、このフィックスショットを使ったカットをいくつか入れるだけで、緩急がつき、ワンランク上の映像に見えること間違いなしです。ショット6、フェイク FPV ドローンショット。まるで FPV ドローンを使って撮影しているかのような映像が撮れるのが、フェイク FPV ドローンショットです。手すりなどの枠にカメラを通して撮影します。狭いところはカメラが枠に当たってしまったりしますので、注意が必要です。ドリーショットから FPV ドローンショットにつなげてみるのも面白いかもしれません。このシーンは2人がかりで撮影しています。さらに FPV ドローンショットからフォローショットにつなげています。この動画はロイヤリティフリー BGM 効果音のオーディオストックの提供でお送りしました。いかがでしたでしょうか。本日はジンバルを使った撮影テクニック6つご紹介させていただきました。ジンバルは本当に便利な撮影機材です。この便利な機材を使っていろいろなバリエーションの撮影を試してみてください。今回ご紹介した映像を組み合わせて、より動きのある映像を作ってみるのも面白いかもしれません。本日の動画は以上になります。この動画いいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。ずっと今日この喋り方だったんであれなんですけども、またですね、いろいろ皆さんの映像制作のためになるような動画出していこうと思いますので、ぜひこの動画面白いなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録をしていただけると嬉しいなと思います。ビデオグラファー同士が横のつながりを作るマグネットというオンラインサロンもやってますので、興味ある方ぜひ概要欄に見てみてください。ということで、また次の動画でお会いしましょう。ではまた。したっけね、やっぱこっちの方がめっちゃしっくり、こっちの方がめっちゃしっくりきます。さよなら。